Kurabo and Gifu Plastic Industry have co-developed the TECCELL FB, a fibre-reinforced honeycomb material that's lightweight, impact-resistant and recyclable. まあ、表皮材が我々今回開発したNEOMATEXっていうブランドなんですけども、非常にその衝撃とか強度に強い、非常に高強度の繊維でできてますんで、その表皮材のポテンシャルを持っていると。で、Gifu PlasticさんがもともとTECCELというものでハニカムの材料を展開されてました。で、それの小材をハニカムをTECCELのハニカムを使いまして、表皮に我々のNEOMATEXを使ったと。ですから、まあ、オールオレフィンの非常に強度のあるハニカム材。 Compared with the standard TECCELL, TECCELL FB has twice the bend strength and four times the maximum shock load for the same weight. It also has high impact resistance, even compared with other materials of the same weight, such as aluminium. この商品自身は今、岐阜プラスチック産と共同で販売していこうというものでして、岐阜プラスチック工業さんはもともと物流に強い会社ですので、物流の関係で展開していこうとされています。我々は物流もそうなんですけども、むしろ自動車の分野であるとか、それから建築建材、それから、いわゆるファニチャーの関係であるとかですね、そういう分野に展開できないかと考えています。 また具体的にこれはっていう商品は実はないんですけども、提案っていうベースはいろいろ今させていただいています。